学しないとか大丈夫あ、でもなんかこの辺硬いですね。硬いよね。硬い硬い硬い。凝ってる凝ってる凝ってるよ。な、何をこんなに凝っちゃったの。腰なんです。え、腰年だって全然若い人だって。だってまだ10代くらいでしょあ、だからすごい凝縮された人生を歩んでこられた1年で10年分ぐらい苦労したとかすごいな。別に猫とかじゃないんだけど、ね、姿勢はいいもんね。なんか、うん、すごい姿勢はいいの。むしろお姉さんがちょっと猫背猫背じゃないしてたのここにね、ちょっとゴリがいるので。関係ないですか。黒歴史。黒歴史。でも人生が黒歴史。毎日黒歴史。肩こりが。関係ないですか。腕のマッサージ、ハンドマッサージです。しかしすごいですね。ポイントがワンポイントすごい。なんかそういうなんか音楽活動みたいなのしてるんですか。あらでもなんかそういう、まあ、そういう系が好きなファッションが好きな感じ。あの、二人、お二人こっちは今録画中で、まあ、こっちはあの生配信中で、ちょっと今ね、加速ですね。すごい気持ちいい。ね、ゴリッて。なんか普段なんかやってるんですか。趣味的な感じ。何をしてる。あ、お疲れ様。なんかめちゃめちゃやってそうだ、ね。あ、お疲れ様。すごい。すごい。可愛い。可愛い。すごい毛が入ってるでしょ。でも何も言ってない。すごいね。あ、これで。ツイッター、ツイッターね。ツイッター頑張るとこういう格好になるの。ツイッター頑張るとこういう格好になるの。俺ももっと頑張んなきゃ。ツイッター何人ぐらいやってるの。これはディアーカが1000。おお、まずまず、まず趣味アカが600人くらい。はい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 、はい、おお、まずまずね。頑張れます。俺もじゃあフォローしようかな。ちょっと行きます。今ね、一人しかいない、ね。ゴキブリでもある。あ、寒いのに。ゴキブリネズミとかね。いや、やっぱネズミ出ます。ネズミでかくなるよ。ネズミ探そう。探そう。大阪から来たんです。あ、そうなんだ。でも大阪もすごいでしょ、だって。でもネズミいないです。あ、本当。動画撮るとかなんかすごい、なんかね、いっぱいそうだけど。よろしくお願いします。
週末遊びに来てまた帰る。新幹線。おお。今飛行機でも安いもんね。あのこれがたまに今日ばっち。うん。あのこれやりに。その時は新幹線。7月あたりに行けたらな。お待ちしております。よろしくお願いします。私も朝は来てくれやった。じゃああとね、首行きましょうか。あー気持ちよかった。本当よかった。